こんにちは、フェリシティです。ラタンソフトのパズルゲーム日焼けの思い出プラス締め切りを2023年は毎日プレイしてます。今日は2023年7月、4日だよね。はい、だから始めてから185日目です。始めます。お尻に火がつく面白さ、スーパーマリオブラザーズ4、スーパーファミコンでいよいよデビュー。なんだかんだと野球を見ていたら10時過ぎてしまいました。これはカードが比較的楽な感じのものから始まったのでどうでしょうか。顔この辺、なんかあの小さい画面の状態を見ると髪型がサザエさんっぽく見えるんだけど、野球もね、まあ苦しい状態が続きますけど、あまり変わり映えしないかなと。これどうなんだろう、結構いけるのかな今日は。いけるんだったらもう紹介に移ってもいいんですけどね。だよ。どうだろうな。結構いけてると思うんだけど。自転車の旅ですけども、一応なるべくならそういうところ2回行きたいと思ってるんですよね。この2回をどうするかなんですけど、あ、ちょっと待って、変えないです。7月にできれば1回、8月に1回と行きたいところなんですけど、7月の休みの状態がどうなるかですね。これどこなの？あ、これ、あれじゃないや。まあ、それは、もうちょっと考えてみますよ。それじゃあ、今日の紹介、行きましょう。もうギリギリの時間じゃないのかな。本日紹介するのは、ドリームトミカ、ちいかわです。予約して買えなかったんですけど、Amazon で一瞬、定価で売ってるのがあったんで、すぐ買いました。うさぎだけは買えませんでした。ドリームトミカの中でも今までの中で一番人気じゃないかな。隅っこ暮らしとかでも楽に買えましたからね。でも車体はサンリオとかのシリーズと同じものの使い回しです。だから再販も楽じゃないかと思います。再販してください。本日紹介したのはドリームトミカちいかわでした。はい、もうこれ早い、かなり早いと思う。結構いきましたよ。紹介してるするものがないんじゃないのかな、これこんなに短いと。大丈夫かな。また明日ね。ドラゴンクエストよりもすごいドラゴンクエストできました。愛がある、冒険がある、人生がある。ドラゴンクエスト5、天空の花嫁。エニックス。
なんとか無理やり紹介してるはずです。結構紹介するものも短かったしね、今回一昨日撮ったものも。だからなんとか大丈夫だと思います。それではまた明日お送りします。ありがとうございました。